ボルランのこの兵よ。見張りというより待ち構えているという感じだな。ここからは自分の力で押し通れということかな。ならさっさと終わらせようぜ。待て、作戦を。ローに難しいこと言ったって意味ないよ。行こう。お前たちの盲目的な忠誠、奴隷と何が違うというのだ。オルラーンに誉れあれ。無駄だ。意識があるようでない。外のダナ人たちと同じだ。闇に突き放せ。相手の術を使うか。そっちは私に任せて。氷の槍を。まとめて回復するわよ。カードでゴー。兵士も皆正しいことをしていると信じきっている。うん、勝ったのにすっきりしないよ。私は忠節そのものは讃うべきものだと思ってきた。しかしこれは使える主君の問題なのか、それとも忠節それ自体が間違っているのだろうか。自ら考えるのをやめた時が間違いの始まりなのかもしれない。なら、ボルラン王を倒せば自分で考えるようになるのか。いや、今問うべきことではないな。まずはボルラン王を倒さなければ。さすがはボルラーンの聖兵、装備も連動も並の装甲兵とはわけが違う。ボルラーンにたどり着く前に力尽きないようにしないとな。町も町なら城も城だ。仰々しいったらないぜ。大差ないといえばそれまでだが、こちらの方がまだ持ち主の性格が感じられる。どんな性格ですか。威圧的かつ強権的、そして何より無慈悲。暮らす上での快適さなど微塵も求めていない。支配のための場所、それを見せつける意図しかない。これほどあの男にふさわしい城もあるまい。あえて私たちを招き入れたのも殴るためということですか。なめやがって。絶対にあの花柱へし折ってやる。なあ、炎の剣ってなんだか前よりすごくなったよな。うん、精霊力の勢いも増しているみたい。アルフェンが王の能力をより使いこなせるようになったということか。そうなのか。
どうなんだろう。自分ではよくわからない。二人の絆が深まった証、それで十分ではないか。お、なんかいいな、そういうの。そうなの？私に聞かれても。なんだよ、二人ともはっきりしねえな。仮説でよければ聞かせて、信ずるが。あ、いや、そういうのいいです。でも、そうね、前よりマスターコアから力を出すのに抵抗がなくなった感じはあるかもしれない。やっぱ絆か。くぅ。だが、お前の手の方は大丈夫なのか。以前でさえひどく焼かれていたはずだ。そっか、そうだよ、前よりもっと熱くなってるんじゃないの。確かに熱さも痛みもひどい。だけど不思議と戦っている間は耐えられるんだ。剣が自分の一部みたいな、胸が高鳴るような。うまく言えないが、その胸の内に炎の剣以上の炎が燃えているというわけだな。またしれっとな。拾ったやつで武器作れんじゃね。